河川ダムは大韓民国関温度河川群の北観光にあるダム、ダム湖の名前はハトリココ。朝鮮半島の一時電力源として1944年に完成した。朝鮮戦争中に空襲の目標となり、また北朝鮮の任南ダムからの洪水を防ぐ役目も担った。日本統治時代の朝鮮における第二次世界大戦下で日本人により建設された。 1939年7月に観光水力電気株式会社が建設を開始し、1944年10月に観光した。最初の発電機はその数ヶ月前に稼働し、10月に第2の発電機が稼働した。第3の発電機は1957年に稼働し、最後に第4の発電機が1968年に導入されている。上流に 平和のダムが2005年に完成する前に、北朝鮮の任南ダムの崩壊、または任南ダムからの過度の放流に対する第一の防御線として機能した。1951年4月8日、深夜、北朝鮮軍と中国軍はダムの予水路から下流へ超過放流を行い、国連軍の5つの浮き橋を使用を不可能にした。 ダムの水力発電能力と下流地域を氾濫させる能力がその地域におけるキーとして注目された。4月9日、ダムの確保を任務とした第7機兵連隊は困難な抵抗にあって失敗した。4月16日から21日の間、友軍がダムを確保したが、ダムの水門を破壊する前に中国の逆襲により撃退された。B-29 隊が ダムの無力化に失敗した後、4月30日に、スカイレーダー隊は、ティニーティムロケット弾と2発の2000ポンド爆弾を投下し、予水路水門の一つに穴を開けた。5月2日、19航空軍は、コルセア12機の護衛と、マーク13魚雷を装備した8機のスカイレーダーで、出撃し、発射された8本の魚雷うち7本が、ダムに命中し、そのうち6本が爆発した。 この攻撃で水門の一つを破壊し、他のいくつかも破損させて、洪水の脅威を勘らげた。参加した米国海軍飛行中隊の一つ、ナス -195 は、タイガースからダムバスターズに名を改めた。この攻撃は、世界的に表面目標に対して、航空魚雷が使用された最後の作戦であると同時に、朝鮮戦争中に魚雷が使われた唯一の瞬間だった。 1951年5月26日から4日間に渡り、ダム付近で、韓国第六師団と中国義勇軍が交戦し、中国軍に2万人を超える死者が出た。韓国側は、中国軍兵士の遺体をダム湖に水槽したことから、湖の水が赤くなったと伝えられる。戦後、李正万大統領がダム湖を訪れた際、トリコ湖、発したという意味のハトリコ湖として命名。 2019年現在も自ら記号した記念碑が残っている。湖の名は2010年代に入り国内に増加した中国人観光客が不快に思わないよう、ハトリココ以前の大宝庫に解明することも検討されている。堤高78メートル、堤町長435メートルの重力式コンクリートダム。 流域面積3901平方キロメートル、総貯水容量10億1800万立方メートル。このうち809万立方メートルは調整可能で213万立方メートルは洪水調節のために使用される。貯水池の面積は38.9平方キロメートル。ダムの排水は16の水門によって制御され、毎秒5428立方メートルの 最大放流量を有する。発電所はダムの 2.5km 南西、ちょうどお根状に位置している。発電所には27メガワットの水車発電機が4台あり、74.5メートルの有効落差を得ている。ありがとうございます。